どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、こちらのアメックスプラチナではなくてですね、アメリカンエクスプレスの海外旅行保険の健康品保証ってありますよね。こちらね、あの動画ずっと見ていただいた方はね、知ってると思うんですけども、私前回のね、海外滞在中にカメラを落として液晶が壊れてしまったんですよね。ですので今回ね、実際にこの海外旅行保険の健康品保証っていうのをですね、利用させていただきましたので、まあ実際ね、どういった感じでね、利用できるのかっていうのをですね、皆さんにね、紹介していきたいなと思います。ということで、私はね、インドネシアのジャカルタ、スカルノハッタ国際空港のシャワールームでですね、カメラを落として液晶を壊しました。私はね、こういったジンバルっていうのはですね、これ手ぶれしないようにね、する機械なんですけども、これにね、つけておりまして、まあ、ここにね、プレートがついてるんですけども、このプレートのロックがですね、されてると思ってたら、されてなくてですね、まあ、コンクリートの床に落ちて完全にね、液晶が壊れてしまったんですよね。ですので今ニューヨークの動画出てると思うんですけども、あれもね、全部あの液晶見えないで撮影してるんで、まあ大体これぐらいだったら映るだろうみたいな感じでね、まあ、利用させていただいてたわけなんですけども、まあ帰国をしてですね、今回海外旅行中に壊してしまったので、まあ海外旅行保険ね、使えるかなということで、まあ申請させていただきました。で実際ね、先日ね、あの保証金額がですね、振り込みされましたので、まあ実際にね、これ利用するとどういった感じの流れになるかっていうのをですね、ちょっとね、解説していきたいななんていうふうに思います。で今回私はね、アメックスの海外旅行保険のこの健康品保証ね、利用させていただいたんですけども、まあこれね、私はアメプラ持ってますけども、保証額ね、基本的にアメプラでもマリオットでもヒルトンでもね、あの保証額変わらないので、まあほとんどのアメックス持ってる方はね、同じようにね、利用できるかななんていうふうに思うんですけども、この海外旅行保険のね、健康品保証っていうのは1回の保証額がね、10万円に設定されております。ですんで、まあ10万円以内であればですね、カメラを落としたりとかね、まあこういった時に保証がね、していただきます。で面積額といって、一部ね、自分で負担しなきゃいけないんですけども、その金額は3000円でね、設定されておりまして、まあ3000円は払うけども、まあそれ以外の修理費用は保証ね、していただけるみたいなね、まあそういったね、サービスになっているわけなんですけども、まあ今回ね、アメックスの方で対応していただいたんですけども、アメックスがね、実際に対応するわけではなくて、提携してるね、保険会社に連絡してくださいっていう風になるわけなんですけども、アメックスの場合は損保ジャパンにね、連絡するっていった形になりまして、損保ジャパンにね、実際は対応して修理費をね、負担していただくみたいなね、まあそういった形になるんですけども、大まかな流れがですね、まずね、アメックスに電話していただいて、今回ね、アメックスの場合は損保ジャパンがね、対応していただきますんで、損保ジャパンの電話番号を聞きます。そうすると、損保ジャパンからですね、書類がね、届きます。でその次にですね、LINE の登録ね、この中にね、 LINE の QR コードが入っておりますので、 LINE の QR コード、まあ、登録していただいて、その次にですね、カメラの修理を出しますよね。でカメラの修理が終わったら、まあまずね、自分で、先にお金を立て替えますよね。でその後必要書類をこの損保ジャパンに送って、その後ね、実際に修理金額が振り込まれるっていうね、こういったね、大まかな流れになります。で一つずつね、解説していきたいなと思うんですけども、まず損保ジャパン、アメックスに電話して損保ジャパンにね、申請するのは、まあ電話するだけなんでね、まあそんなに難しくないかななんていうふうに思うんですけども、この書類ね、損保ジャパンからね、封筒が届くんですけども、内容品としてはこちらね、LINE の、QR コードがね、届きます。で、海外旅行保険の請求のご案内ということで、こちらにもね、LINE の QR コードとか、あとね、健康品のよくある質問みたいなね、こういったのもね、入っております。で、私はですね、この LINE でね、登録して、損保ジャパンのね、担当者の方とやり取りさせていただきました。というのも、海外旅行保険で、この健康品保証を使う場合、カメラのね、壊れた場所とか、カメラの全体の写真とかね、あと E チケットとかね、そういったものも送らなきゃいけないので、私はね、 LINE 登録した方がね、楽かななんていうふうに思うんですけども、どちらにしてもですね、カメラを修理して、でその領収書とか購入証明書、この健康品保証はね、購入したものじゃないと使えないので、まあ購入したね、履歴が分かるものをね、送んなきゃいけないんですよね。でこれはね、原本じゃなきゃいけなかったりするんですよね、領収書とか。ですので結局ね、返信用の封筒入ってて、結局郵送自体はね、するんですけども、まあそれ以外の書類に関してもですね、
送んなきゃいけなかったりしますので、写真とかね、まあそういった意味でも LINE でねやると、まあ写メ撮ってね送れたりするんで、まあこの点はねこっちの方が便利かななんていうふうに思いまして、私はね LINE で登録をでやりました。で LINE をねこの処理ながら LINE の QR コードを読んでですね、担当者とねやり取りするんですけども、私はジャカルタのスカルハッタ国際空港のラウンジで私はねカメラを落として壊しましたんで、この行った証明書として E チケットジャカルタまでのね、あと海外旅行保険ということで入出国のね E チケットも必要っていう風になりますんで、まあここら辺もね全部写メでね LINE で送りました。でそれ以外にもですね、破損状態の写メール、まあちょっと今ねカメラ使ってるんでカメラ映せないんですけども、まあ液晶が壊れた部分をですね携帯のカメラで撮って、まあそれをね LINE で送るみたいなね、まあそういった感じで利用させていただきました。でここら辺をね利用させていただいたのが8月の10日にですね、このここら辺のやり取りをして、で実際にねカメラを修理に出しに行きました。そこに修理に出してだいたいね10日ぐらいで修理の見積もりがね返ってきました。で今回ね液晶が壊れたんですけども、それ以外にもですねちょっと壊れてた部分があったみたいで、まあ、ちょっと名称はね書いてあったんですけども、何が壊れてたのかっていうのはちょっとよくわかんないんですけども、まあ、液晶はね全体的に壊れておりまして、修理額としては4万円ぐらいのね修理額のね見積もりが来ました。でそれで修理をお願いして8月24日ですね、だから修理を出してだいたい2週間ぐらいにですね修理されたカメラがね帰ってきたっていった形になります。で修理額がねだいたい4万円で、4万円をね先に立て替えで支払ってですね、その後アメックスに申請するっていう感じになるんですけども、まずね4万円を支払いますよね。でその後修理の領収書、まあこの金額が書いてある修理の領収書と、先ほど言った通りねこのカメラの携行品保証っていうのは購入したものじゃないとね、送ることができませんので、購入したね購入証明書か、はい、レシートみたいなののコピーですね、これを、この損保ジャパンのねこの返信用の封筒ねこの中に入っておりますので、まあ、それに入れて送ったっていった形になります。で書類を返送したのが8月26日ということで、でまあこれでね一旦送る書類とかね全部済んで、あとは振り込み待ちっていう状態だったんですけども、実際に振り込まれた日付なんですけども、約1ヶ月後の9月の26日にですね支払い額ね決定しましたみたいなねメールが届きました。で実際に振り込まれたのが9月の28日ということで、実際のね修理金額は4万円だったんですけども、このままね4万円保証されるのではなくて、冒頭にもね言ってると思うんですけども、3000のね免責金額っていうのがこの海外旅行保険にはね ありますんで、3000は自己負担しなきゃいけないんですよね。ですのでまあ振り込まれたのは約ね3万7000円っていった形になります。だいたい1ヶ月ぐらいですね修理金額がね振り込みがされたっていった形になります。もうちょっとね時間かかるかななんていうふうに思っていたんですけども、結構早い対応でねお金ね振り込まれたっていうふうになりますんで、この海外旅行保険ね、まあ、ちょっとねやり取りしなきゃいけなかったりとか、コピー取ってね送んなきゃいけない部分があるわけなんですけども、これね本当にいいですね。今回初めてね利用させていただいたんですけども、海外旅行保険でカメラを修理するってもうちょっとねなんか審査みたいな感じで入るのかなと思ってたんですよね。だってこれ落として壊して修理が出るって結構すごいじゃないですか。ですんでねもっと審査みたいなね結構厳しく入るのかなとかね、もっと時間がかかるかななんていうふうに思ってたんですけども、本当にね1ヶ月ぐらいでお金振り込まれたっていうふうになりますんで、個人的にはね結構びっくりでしたね。はい、ですんでね皆さんね海外旅行保険ね今ね入られていく方がねほとんどだと思うんですけども、もしね短期滞在のまあアジア間とかね本当に 2,3 泊で行く場合ねかけていかれない方ね多いかななんていうふうに思うんですけども、まあかけていく行かないはですねまあ個人の判断になるかななんていうふうに思うんですけども、クレジットカードのね海外旅行保険ね自動付帯のクレジットカード、こちらはねぜひね発行しといていただければなと思います。ちょっとねお得な発行方法はね言えなくなってしまったんですけども、やはりねエポスカードありますよね。エポスカードは年会費無料なんですよね。年会費無料にもかかわらずこのね海外旅行保険ね自動付帯でついているっていう風になりますんで、エポスカードねぜひ持っといていただければなと思いました。今回私はねアメックスのね保証使いましたけども、保証自体はね金額等と変わらないので、まあ同じぐらいでね利用できるかななんていう風に思いますし、エポスカードのね海外旅行保険、まあ公式サイトがね結構しっかり作られておりまして、まあこんな感じでねPDF もね取れるようになっておりますんで、
分かりやすくていいですよね。私は健康金保証でね利用しましたので、現地で何かするっていうことは基本的にないんですよね。まあ帰ってきて全部やるみたいな感じなんですけども、これがね病気とかコロナとかねかかってしまった場合は、まあ、現地で何かやり取りしなきゃいけない部分があるじゃないですか。まあそういう意味でもね、こういった感じでね公式サイトちゃんと作られてるとね非常に利用しやすいかななんていうふうに思いますので、ぜひね1枚持っておくことをねお勧めっていた形になります。ということで今回ですね、海外旅行保険の健康金保証をね実際に使ってみてちょっとね動画撮らせていただきましたけども、やはりねその状況に陥らないとですね、この保険っていうのはですね入っててよかったっていうふうに思わないので、ぜひねエポスカードね持っているだけで保証してくれるっていうふうになりますんで、海外旅行ね行かれる際はですねエポスカードね持っておくのをねお勧めっていた形になります。すごいねエポスカードをお勧めしていて、プロモーションなんじゃないかっていうふうに思われるかもしれないんですけども、一ももらっておりませんので、ただ単にね、年会費無料で自動付帯でね、ポスカードは海外旅行保険ね、ついておりますので、ぜひね、持ってない方はですね、発行していただければなと思います。ということで、今回の動画はね、こんな感じで終わりたいなと思います。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。Thank you.